はい今回は小池百合子の東京都知事選の作戦について考えていきます公務の多忙と言ってますが別の意味え、そういったものがあると考えられますあとですね街頭演説に出てこないこの目的も考えていきますまあ、この街頭演説に出てこない件に関してはリスナー様もご存知でいらっしゃるかと思うんですが まあ自分にとってです、ね、都合の悪いことですね、例えばカイロ大学の学歴詐称の件とかね、えー、まあカイロ大学を卒業してないのをねそ、そのことを東京都民の方に突っ込まれると、具合が悪いと、あと公約を一つも達成していないことであったり、プロジェクションマッピングっていう利権だったり、神宮外苑再開発っていう利権だったり、ね、いろいろおかしいところがあるのが小池緑なわけですよ、まあ、そういったものをまあ追及されたくないから、だから街頭演説に出てこない。 そして、街頭演説には出てこず、まあ、自分の,です、ね、この組織票ですね、組織票をまあ得るために、えー、まあその作戦を講じていると、まあ、そういったことが考えられる、えー、そういった内容です。で、まあ、今回もです、ね、いろんな角度からちょっと考えていこうと思うんですが、まあ、小池百合子と蓮舫さんの比較、まあ、そういったことであったり、まあ、SNS の意見であったりということで。 で一つですね、まあ、ちょっと取り上げていいのかどうかなって思うことがあるんですがあの別のコンテンツであのコメントいただきまして、えー、僕もですね蓮舫さんを応援してますし 聞いていただいているリスナー様も蓮舫さん応援している方が多くいらっしゃると思うので、まあリスナー様のまあ一つのまあご意見ということで、まあ多分ですね、まあまあ僕がこれを取り上げるのもちょっとかなと思うんですが、まあ一人でも多くの方にまあこの思いがまあ通じればということでお伝えしていこうと思います。まあこのコメントをいただいた方のですねご親戚の方がまあ東京都庁でまああるまあ分野のまあお仕事をされているということなんですが。 まあ、小池百合子から圧力をかけられて、えー、左遷する、ねえー、そういった働きづらい状況になっていると、えーまあ、そういったことでね、やっぱり親戚の方ってことで悩まれるじゃないですか。で、やっぱりこの方もあの書いていただいたんですが、 小池百合子を倒せるのは蓮舫さんだけですっていうことで、まあ好き嫌いはあ,のありますけど、まあ蓮舫さんをっていうことでね、えー、まあ僕もそう思ってます。多分、あの、まあ僕はずっとですね、この小池百合子と蓮舫さんのもう一対一だっていうことで、えー、お伝えしてるんで、まあ聞いていただく方の多くの方があ蓮舫さんをですね、まあ応援していただいてると思うんですが、まあこういった直接のご意見をいただくとですね、やっぱりこう、む胸に、えー、ね、えーぐ、ぐっとくるものがあ,のありまして、 まあ僕も東京都知事選のぎりぎりまで、ねえー、この蓮舫さんをずっと応援していこうと思いますので、えーまあ、こういったご意見をいただきましたあのここにいらっしゃる方のですね1、えーまあ、票があ、ね、大きなあ、まあ、その功を成す可能性が非常に高いですから、まあ、僕はちょっと東京ではないんで、えー、直接ね、えーまあ、票を入れられないんで、まあ、あの離れてるところから、ね、東京の方あるいはですね、えー、僕たち日本国民が 良くなることを願ってえー。まあ、この話をいつもしてます。ということで、えー。まあこのようなコメントをいただきましたので、何としてもご意見力を落として蓮舫さんにひっくり返ってもらいたいと。まあこのね。気使っていただいて、あの好き嫌いはあると思いますが、ということでうん。まあ、まあ、この方のおっしゃる通りですよ。 僕もあの蓮舫さんを全力で応援してますけど、ねえま、た例えばその、ね、消費税の件とか立憲民主党の件とかありますけど、今回に関してはそういったことに目をつぶって、とにかく小池百合子を落とすと、それができるのは蓮舫さんしかいない。えそう思って、えー、みんなでですね、えーま、そういった考えに、えーま、多分皆さんなっていただいていると思うんで、と、えー、いうことをまず、えー、お話しいたしましたで。続いて今度考えていきますが、 小池百合子っていうのは自分の、まあ、腹の中っていうか胸の中で考えていることがあるんですよ何を考えているのかっていうと次の東京都知事選も当然通ろうと思ってるんですねそれはなぜか組織票を使ってってことですでその組織票を使って自分が通るためにその組織票で自分のところに入れてくれる人たちの根回しを欠かさないっていう多分そういったことだと思うんですよね うん、で、えー、その先ほどお話したように、街頭演説に出てこない理由は、東京都民の方に不都合なことを突っ込まれたりすると、お答えづらくなったりとかね、そこで例えば何かボロが出てはいけないわけじゃないですか。で、これはちょっとはっきりと言ってはどうかと、はばかられることもあるんですが、調べたら一つあったんですよ、まあでもこれ、多分そうだろうなと思うんで言いますけど、あの小池百合子のところのですね、組織票は、まあ、自公の組織票、プラス、えー、某広告代理店、マ丸、あるいはですね、白丸堂とかもそうなんですが、 土木関係土木利権も来てるみたいですねまあでも僕はこれは思いますあの別の話ですけど沖縄辺野古のところも土木利権ですしね大阪万博も土木利権なんですよ多分自民党裏でですねこのの土木あ,あるいは、ね、その まあ土研屋ですよねそれとつながってるからそこの表ががっつり多分来るんじゃないかと思ってそれの根回しも欠かさずしてんじゃないかと思ってねだから僕たち日本国民東京都民の方がみんなで最初に頂い,いたコメントじゃないですけどね結束して何としてもっていう形で頑張っていかないと勝てないんですよ。 あの別の時にお伝えしますが、勝てるか勝てないかって、全然勝てる可能性ってありますからね、最後の最後まで、ねえ都民、国民が頑張れば、ひっくり返すことができると、そう思ってますし、多分皆さんもそう思ってらっしゃるんじゃないかと思って、ただ、この土建屋とかね、土木利権も多分後ろつながってんだろうなと、そういったことがあります。でこの 広告代理店、デンバルがついてるんで、マスコミを使って、ですね小池恵梨子の不利なことを、まあ、ほとんど報道しないわけですね、蓮舫さんをたひたすらネガキャンで蓮舫さんを叩くと、小池と石丸を上げると、で票を分散させると、そういうことをしてると。で、あの、東京都知事選のずる、ね、の可能性っていうのもあるんですが、まあね、投票率上がっていって、ずるさせないようにしていきたいところじゃないですか。で あのもうこれってね、皆さんどういうふうに思ってらっしゃるかわからないんですが、もう僕はずるは,はあると思ってるんですよ。あの皆さんと同じっていうかね、634とか、そういったずるの可能性っていうのはあると思ってるんですが、あ投票率が50%前後だったら、ずるする必要がないですね、うん、組織票で押し通すから、それで終わりなんですよ。 ずる、えー、を、まあ、するかしないかっていうのになると、ね、その投票率がどん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 上がってくるときにずるの,の可能性があるんですが都民国民にも言い分がありますからね、うん、だって多くの都民,都民の方が例えば小池百合子でない人に投票してるのに小池百合子が当選したらおかしいでしょそ声上げられるんでそういったこともあってこの投票率の高さあ低さではなく高さを目指すっていうことです。 で東京都民の方にかかってますので、ね、多分あのまあリ,リスナー様でね、ほ、まあ、他の方もコメントをあのいただきましたけど、まあ、僕はこの東京都知事選の話を、えー、繰り返しするんで、その東京に住んでいる方にまあ,あの話をまあしていただいたということで、もちろん別に誰に入れるかとか、そんなことは、まあ、ねみ,みんなが考えることなんで、そんなことはいいんですよ、別に僕が言うこと、まあ、言ってますけど、僕は言うことではないんですよ。ああのの投票にに行くっていうことでです当日に、うんであの おそらく、うん、もうどれかわかりませんけど、どれほどか、9割以上の人は小池合子っておかしいと思ってるでしょ、うん、カイロ大学の学歴詐称の件とかさ。うん、だからあ、その人たちが投票に行けば変わるんですよ。で 今回の東京都知事選の別の目的っていうのは、意図的にこの NHK と,とかもそうですが、多数の立候補者を出して、票を分散させる目的があるんで、そこに気をつけてですね、できることであれば、ね、えーまあ、僕たち、まあ、僕もそうですし、伊沢さんもそうだと思いますが、あの小池栄子を倒すにはああ蓮舫さんしかいませんから、そこに票が集まることをこう狙うと、うん、みんなでそういうことを、まあね、狙っていくと。 で、えー、今回のこのニュースーもあるんですが、小池合子ってのは非常にでたらめが多いんですね。公務が忙しいとかなんじゃらかんじゃらって言ってますけど、あの東京15区の補選の時に、連日のように音だけの応援に行ってたじゃないですか。いやいやいや、時間あるだろう。う公務とかでたらめだろう。うん、公務なんてしてないんですよ。組織票のところにあの根、ね、回しに行ってると僕は思ってるんで、まあ、やることが汚い人間であると思います。うん、本当にね えー、公約を一つも、あのー、実行しないことをとぼけていたりとかね、その、そもそもそのカイロ大学の学歴詐称の件とか、もう利権政治そのものじゃないですか。自民党政治そのものですからね。本当にあのね、えー、都民、国民としては許せないところです。で、 あのこれ、明らかですけど、小池百合子と蓮舫さんを比べれば、だからさ、最初のリスナー様のコメントもそうですし、まあ、僕もそうですし、まああの、みんな多分思ってると思うんですが、蓮舫さん、ねえー、毎日いろんなところで街頭演説されてるじゃないですか、で政策を話されてるわけですよね、うん、小池百合子は何してんの公務とかって言って、全然そういうことしてないでしょ、都民と触れ合う気もないし、政策すらなんだかもうわけわかんないじゃないですか。 公務で忙しいふりしてるだけでしょ。で、あの自分のところの組織票の、まあ、根回しですよね。そういったものを笑顔でやっているっていうことで、組織票を、まあ、稼ぐ、そういったことをしてる、うん。で、公務が忙しいっていうふりをしてるっていう、許せないところです。当たり前ですけど。だから、何としてでも小池よをひっくり返していきたいっていうのがね、えー、僕たち、えー、日本国民、東京都民の思いです。 で、おそらく小池百合子っていうのはあ、その、なんていうのかな、テレビとかにも出てこないんじゃないかと思うんですよ。討論会とかっていうのが出てきて、例えば何かの表紙、ボロが出るじゃないですか。でそうするとね、票が下がる、あるいはですね、あの自分のことを小池百合子を懇意にしてる組織票もですね、まあ分かって、えー、応援してるのか何か知りませんけど、わけわかんないなと思いますけど、そういったものもマイナスに、えー、まあ、働くから、そういうことはしないようにしてるんでしょうね。だから街頭にも出ないし、えー、その、まあ、テレビとかの地上波も多分出ないっていうことでね。 でマスコミっていうのはあね、小池恵子と広告代理店デンマルのですね、プロジェクションマッピングもそうですし、そういった利権がありますから、小池恵子にマイナスになるようなことは言わないと。自分たちの利権、利益のために、えー、まあ、報道してると。だから小池恵子のお悪さについては言わない。で、小池恵子を通したいから、蓮舫さんのネガキャンで叩くっていうね、えー、本当にやることが汚いとしか思えない。えー、そう思いますっていうことで。 でここからちょっとニュースになっていくんですがあとあの東京都知事選に関してですね小池百合子は、ね、蓮舫さんはあ街頭でさまざまなあ、ね、有権者の方都民の方に対してアピールをしてますが小池百合子っていうのは八丈島と奥多摩とか青梅とか、まあ、そういったところでそれ以外のところでは公務があるとかってしないようにしてるんですがえ公務に忙しいのかっていったらそんなこともないってことはこれニュースになっておりまして。 まあ電話とかで朝からですね、この組織票のところにこう対応してるっていうことがよくあるんですよね。ここ書かれてるんですよ。朝からそういったあ、まあ、ことをしてるっていうことで。だから結論から言うと別に公務って忙しくないんですよ。だって公務が忙しいってなったら、4月のね、東京15区の補選の時もあんな音だけのところに連日来ないじゃないですか。行、うん、ってるってことは今回も別にあるんですよ。だから公務が、ね、このニュースにあるんですが、公務が忙しいっていうことを言って、 えなんかかかががままましししいいいって言いましょうかあもろに恩気せがましいから忙しいんです私公務があだけどねえそまあ高位給をさせる組織票のところに行ってなんとかサーンとかって言ってんじゃないのわけわかんないと思いますけどねだからこの業界とかのところにあのその推薦状とかっていうのも直接高位給力が行って、えーまあ、笑顔でっていうことをマスコミの人間が見ているっていうことで。 で公務が忙しいって言うけど別に暇だっていう、まあ、暇っていうのもあれですけど、まあ、暇でしょうねでなんでこれ公務が忙しいかっていうそのお前ふりをする理由もあるんですよ公務が忙しいんですっていうことを言って、えー、支援者のためにですね時間を取りましたっていうことで、えー、ね、えー、もろに恩着せがましいですけどその恩着せがましさがですね支援者としてはああ小池さん私たちのためにありがとうってやることは汚いなと思いますけどそういうことやってるわけですよね で実際にあの公務を理由にしてるっていうんですが全然都庁に例えば戻ってくるような気配もないとかそんなに忙しいようなこともないっていうことがいろいろニュースとか SNS で書かれているわけですよ。 で公務、優先だ、どうのこうのとかって言ってるんですが、その自分のその関係する、多分立憲団体でしょうね、立憲団体のところにこうねべったりしてるということで、それに関して、まあどういうことかっていうと、推薦状を受け取ったり、ね組織固めをしてるということで、だから小池恵梨子っていうのはもう作戦を決めたんですよ、街頭には出ない、討論会にも出ない、でそして都民の票は、これはもう、 あの取れない、取らないえそ、そういうことをもうしないと、で何をいくのかってっ組織票をがっつり取りにいったわけですよ、で蓮舫さんというのは東京都民の方に、えーね、政策を伝えて、その東京都民の方の支持を、まあ、得るということで、当たり前の話ですが、蓮舫さんがね、通らなければいけないということはわかるじゃないですか、だか小池栄子って、このことからもわかるんですが、完全な利権政治なんですよ、組織票頼みの利権政治。 うん、それしかないということで、街頭に出てこないというのは学歴詐称疑惑とか、ね、8年間あ、ね、都政をやったんですけど、何もしてなかったってね、負を残したとしか言われないじゃないですか、そういったものを恐れて出ないと、で街頭に出るとです、ね、何かしら小池が出現したりすると、世論の反感を買うんでね、で小池はおそらくそれ世論の反感を極力買わないようにして、この東京都知事選は組織票でとあの勝っていこう、通っていこうっていう、まあ、そういったことを考えているということで。 本当にふざけてるのもいいところじゃないですかっていうことがニュースにありましたということで,で、最後にお話していきますが、小池百合子っていうのは、その街頭演説に出ないこともそうですし、まさに今だけ金だけ自分だけ立憲政治をしているってこともそうですし、東京都民のことなんて、まるっきり考えてないんですよ。自分の立憲だけ考えてるんですねで。公約を何一つ達成してない、公約未達成じゃないですか。そんな人間が東京都知事してることはおかしいですよね。そしてその人間がまた次に東京都知事選に出て通ろうとしてることもおかしいですよね。 えー、都民の方みんなで止めましょう、あのー、誰にっていうのはあ、まあ、僕はねその蓮舫さんしかいないって言ってますけど例えばあんまりそういうことを、まあ、言うとって結構言ってるんでまああれですけど言うとねんだとう思われるかもしれないですけどその手前があるんですよとにかく池益留子以外の人に票を入れましょう全員でそうしたら変わりますよ投票率が上がっていってそういったことになればだってみんなが票を入れてないのに公益留子に票が入るって時点でおかしいです。それずるじゃないですか。 でしかも東京都知事選っていうのは断、ね、ることにずるが横行するんで、うん、ただし、えー、投票率が高くなってズルをしたら完全におかしいですし、まあ、そもそもですけど今回とかそうですけどこの、ねえー、小池百合子のカイロ大学学歴詐称ってこれ公職選挙法違反でもし通ってもこれ本当,当選無効になるはずなんですよ。 だから都民の方、みんなで,で、国民もですねみんなで思いを一つにして、まだ時間がありますから、東京都知事選ですね、なんとしても、保育力を落選させると、そして保育力を落選させることができるのは蓮舫さんしかいない、そう思ってますということで、本当にね、あのこれからの東京とこれからの日本がかかってますから、どうしてもこれ、保育力を変えないといけない。 まあ、そのように思いますということで、えー、僕はですね、この東京都知事選の内容について、えー、調べてわかる限りですね、このおね、毎日、この話をしていこうと思いますので、えー、今回は小池恵梨子が公務の多忙というが、それは全く別の意味がある、組織票を得るためである、で街頭演説に出ない目的というのは、都民の、まあ、人たちに不都合なことを聞かれると答えづらくなって、それでボールが出るといけないから、まあ、そういったおかしな件についてお話しいたしました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。今回はここで終わります。 失礼いたします。